優しい地方は松本清張の短編小説。小説新潮1963年12月号に掲載され、1987年10月に短編集、失踪の果て収録の一作として角川文庫から刊行された。1988年にテレビドラマ化されている。沼地恭介は弁護士事務所に勤務していたが、精力的な要望を持ち、女性に接する、あらゆる機会がそのまま彼女を手に入れる道に通じる男であった。夫との揉め事で事務所に来た萩山よし子ともすぐに交渉を持ったが、ある時、よし子を連れて長野県飯田周辺に宿泊した際、羽生豊子という変わった性の助産婦が話題になる。よし子とはその後あっさり別れた沼地だったが、それから3年を経て達者な弁舌を武器に国会議員にのし上がることに成功した。今度は魅惑的な人妻の向田紀美子、続いて未亡人で財産家の横内辰子を手に入れる。沼地より11歳年上の横内辰子は太っちょで鼻が低い要望だったが、金づるとしてありがたい女だった。しかしそんな時、向田紀美子が沼地に妊娠を告げる。このことが横内辰子に知られたら自分は宝の山を喪失する。沼地は邪魔になった女の殺人計画を練る。松本清張スペシャル、優しい地方。1988年11月29日、日本テレビ系列の火曜サスペンス劇場枠にて放映。視聴率 22.9%。ありがとうございます。